ニュースマーク薬局の女性記者、蓬莱ライフがロストテクノロジーをご紹介。というわけで、本日は、エンドレスモグモグタイムです。さて、これからご覧いただくのは、マインクラフト 1.12.2 で実行可能だったバグ技、その名もエンドレスモグモグタイム。右手に食料を持ち、左手に盾を装備した状態で、スケルトンの矢を盾で弾き返した直後に食料を食べ始めるとこの通り、いつまで経っても食料を食べ終えることができなくなり、アスラスは右クリックを押し続けている限り、永遠にモグモグタイムを楽しむことができたのです。もしかしたら、マインクラフト 1.19.2 では実行不能になっているかもしれないこのバグ技、皆様のマイクが世界で再現可能かご確認ください。本日のニューストピックスでした。ご視聴、ありがとうございました。